はい、5月16日金曜日、時刻は20時30秒をちょっと過ぎたところでございます。何やら今ニコ生では言葉の端々に関西なまりが出る横尾さんみたいですね。しまったな、タイムシフト予約とかしとけばよかったですね。そういう貴重な、横尾さんをご覧になりながら、この配信ご覧の方いらっしゃる方も、今何人見てんのかな。今 YouTube ライブの方は8名の方、それからユーストは何人見てんのかな。今日久々にユーストリームの方に絵と音流してるんですけれども、さあ何人の人が今ユーストの画面を見ているんでしょうか。一人もいなかったりして、はい、多分ですね、ユーストの方がタイムラグ多分ないと思います。YouTube ライブの方が若干時間かかってるかと思います。ちょっとお待ちくださいね。もうちょっと、BGM ちょっと上がりすぎなので、ちょっとずつ落とします。はい、これぐらいで、BGM と私の声のバランスいかがでございましょうか。ちなみに今YouTube ライブとUstream 両方同時に立ち上げてるもんですから、 CPU の使用率が 90% 以上、時々 100% になる瞬間もあって、ちょっと正直ビビっております。ですので、万が一の際にはユーストを落とします。それで、そっか、人数出ないようになってんだな。まあいいや。だから今ユーストで何人見てるかっていうのは見えないんですよね、ユーストの画面では。設定変えてやろう。今設定変えてもダメか。よいしょ。あれ切ってたっけ。配信の時は人数出るようにしてなかったかな。で、どこだどこだ、その他の設定だっけ。今生でいじっておりますが、すいませんね。視聴者数の表示出てなかったですね。じゃあこれでいこう。はい、はい、ということで、今ですね、YouTube ライブの方が11人になりました。ありがとうございます。今のところは特にトラブルなく、どちらも送り出せてるかなと信じておりますが、YouTube ライブの方はここのところずっと実績があるので、今4人、数出るようになりましたね。今、ストリームの方で4名。それから YouTube ライブの方で11名という風になっております。ということで、ちょっとすいませんね。ソーシャルストリームほったらかしになってましたので、ちょっと追いつきたいと思います。鈴木さんありがとうございます。お早着席ありがとうございます。そして、スクショレジェンド、トマトさんこんばんは。ありがとうございます。それからスミノリさん、大文字隼人さん、ありがとうございます。スミノリさん、横尾さん情報ありがとうございます。イクロさんこんばんは、ありがとうございます。ユーストの方が若干数秒早い。じゃあほとんど差はない、目立った差はないっていう感じですかね。ブドウさんこんばんは、ありがとうございます。
ニコ生を追い出される可能性がある以上見ませんということで、私は追い出されたらすぐリロードして入り直すという粘着でございますのであんまり気にしておりません。トマトさんは YouTube ライブでご覧になっているということで、ダイモンズさんは結局ゴールデンウィークに赤いラピートは乗れず難波で撮影しただけ。私撮影すらしておりません来月末までですからね、行く機会があるのか、もしくは行く気力が湧くんだろうかという話もありますが、ですね、音問題なしと安定性で YouTube でありがとうございます。今は PC なおなので YouTube ですが、スマホの時はユースと、そういうあれも、そういうサイマルもありかもしれませんね。スマホとかタブレットでご覧の方の場合は YouTube ライブよりもユーストでご覧いただいた方がまだ実績あるかもしれませんからね。それから電柱さん、こんばんは、ありがとうございます。お疲れさん着席のということで、今日は YouTube ライブとユーストを同時配信しております。はい、トマトさんいいですよ、もう自らレジェンドとレジェンドと名乗っていただいて結構でございます。ザカさんのところは今のところユーストの方が25秒ぐらい早いと。で、お疲れさんちゃんと読めてます。ユーストからの、多分ユーストの方が遅いと思いますソーシャルストリーム反映されるのが、ツイートサーチストリームの方がもう今のところ順調に動いてますので、そちらで、撮っていきたいと思いますニコ生粘着そうですね、追い出されても懲りないまあその粘りが案外通じることもあったりするんですね。それからダダさん、こんばんは、ありがとうございます。それと黒帯さん、こんばんは、今夜はサイマルなんですねということで、久々にユーストリームの方に音を流しております。現在のところは何人見てんだ、7人何人見てんだって失礼な言い方しちゃいけない。ユーストリームの方で7名様、それから YouTube ライブで13名様、20名ぐらいの方がトータルご覧いただいています。というのもですね、前回の配信ツイート数が800いくついって、ユーストトゥデイのツイート数、ユースツイートのツイート数ランキングでベスト、20、20位以内に入るという、ありえないでしょっていう、ちょっと番狂わせをやってしまったもんですから、ちょっとユーストトゥデイの、ね、三上さんも鉄道系強いですねとか言ってたんですけど、そうじゃないんですよ。ユーストリームの方が二重にツイートを吐き出すとか、そういういわゆるユーストリームさんの方が勝手に持ってくださったおかげであれだけの順位になったわけでございますので、まあそういうことも考えると、ちょっとユーストリームにソーシャルストリームだけ曲がりするのもさすがにちょっと悪いなと私も反省いたしまして、今日はさっきのトマトさんのように、例えばスマホ、それからタブレット、そういった視聴者のことも、そういえばユーストの方が見ていただきやすかったなというふうに思いましたので、ちょっとこれからはこちらの事情が許す限りはサイマルでやってみようと思っております。ちょっと CPU 使用率が 98% 99% 時にちらっと 100% になるのが怖いところでございますが、ザカさんはしばらくユーストオンリーで了解です。塩さん、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。某社長&某関西なまりの秘書のニコ生終了。じゃあこちらに集中ということでよろしくお願いいたします。鈴木さんは今日は丸の内でドコモの新機種チェックということで、なんか今日も昨日ですかね、ギャラクシー発売始まってますよね。なんか早くも2万円キャッシュバックとかいう、それからギャラクシーとエクスペリアに関しては相当な玉数を用意しているということで、いわゆる番号ポータビリティでの
価格、その割引が相当効くようでございます。そうですね、赤いラピートがね、まあまあまあ先方の都合もあるでしょうから、ただその2ヶ月ちょいのためだけにラップだけじゃなくて、あれちゃんと赤で塗り直してるところありますからね。あれはその気合はちょっと南海さん認めてあげてもいいかなと思っております。師匠さんまあそれもあります。そうね、ツイートマシマシ状態。え、さっきの金ハミでもツイートサーチストリーム3つ、ですね。そうなんですね、西ラジで、ツイートサーチストリーム8個出したって出したって、まあ今日は順調に1個ずつ地道にお仕事してくださっているようでありがたいことでございます。そうですね、パケットシェアに親に説明してもおそらく脳内小宇宙ですよね。説明しづらいですもんね。そういう場合はもう親引き連れてドコモショップ行って試算してもらうのが早いような気もいたしますが、師匠さん、ドコモから新しいガラケーが発表されたけど、そうですね、折りたたみだけですよね。ダイモンズさんは日本メーカーにこだわりますと。で、鈴木さんは、なるほどね。孫社長ですね、のおっしゃってた新機種発表会の意味がっていうことが、なんとなく分かったと。で、トマトさんは、そろそろ新しいのに買いたいっていうことですが、次は iPhone で、いいですね。ぜひぜひ。そうなるとね、年に一度のあれが気になってしょうがなくなるんですよ。もうそろそろ、来月の、日本時間6月3日の真夜中に行われる、アップルさんの年に、まあ何度か行われるんですけどね、その中の、まあ最大級の、イベントであります、WWDC という、イベントがあって、そこでいわゆる新製品とか新しい OS とかの発表するキーノートスピーチ、基調講演っていうのがあるんですけど、それを見なければしょうが見たくてしょうがない気分になりますんで、ご注意いただきたいと思います。そうですね、ギャラクシーはそうですね、赤と、そうですね、ドコモさんと au さんね。黒帯さんはボルテが気になります。電話ですので通話品質重視ということでと。そうですね、ドコモさん、ただしお互いがボルテ対応、ボルテか、アクセントはどうやらボルテらしいですけれども、お互いがボルテ対応の端末同士じゃないと今のところはというか、まあこの先もずっと意味がないということで、しばらくはいわゆるアーリーアダプター同士で、おいお前ボルテ対応の端末持ってるの、ちょっと電話してみようかということで試すぐらいの感じになるんじゃないかなと思いますが、そうですね、ダイモンズさんのお父様は i モードすら契約していないと。まあ通話だけだったらね、それでもいいかもしれませんけどね。そうですね。お財布携帯ね。そこでもうすでに生活習慣といいますか、決済のあれができちゃってる人はね、なかなか移れないっていうところありますよね。チンピンドーさんこんばんは。ありがとうございます。現在のところ、YouTube ライブで15名、それから、Ustream で9名の皆様ご覧いただいております。累計24名の様。24名の方にご覧いただいております。イコロさん、ぼちぼちソニーかサムソンにくら替えしたいのだが、今のところ、番号ポータビティしなければならないと。ね、そうした方がお得っていう風になってしまったら、今の商慣行はどうなんでしょうね。本当に機種変もっと安くしてくれませんかねってちょっと思うんですけれども、ブドウさんごめんなさい、私の発音が悪かった。 WWDC でございます。ワールドワイドデベロッパーズカンファレンスだったかな。
はい、Apple さんの開発者の方々の、まあイベントでございます。ただそれもかなり高額なチケットを抽選で勝ち取った方しか行けないという、かなりハードルの高いイベントでございますが、その、ま、日本時間でいうと真夜中に生ネット生中継ライブストリーミング、ストリーミング生中継が行われます。ハマウテナさんこんばんは。それからモハ721さんこんばんは。ありがとうございます。ザカさんは有料アプリがかなりあるのでもう iPhone 以外にできない、うん、ですね。だからそこでいわゆるエコシステムっていうんですけどね、そういうのを、そういうのにもうどっぷり入っちゃうとなかなか出口が見つからないという。私の場合はそんなにこだわりがなくって、今まで管理していたスケジュールとアドレスの情報を Google でもって全部管理するようにしたのでスムーズに移行できたんですけれども、ああなるほど。ダイモンズさんは今回の帰省は多忙すぎて実家でゆっくりできなかったと。4日で東京にライブがあった、あすぐにお帰りになったということですね。ポコクタンさんこんばんは。こそーりありがとうございます。ここまでのところでユーストのソーシャルストリームで落としてる方はないですよね。ないんですね。はい。毎回ユーストで裏配信裏配信ですか。とりあえず新規ばっかり優遇するなや、まあね、そうですね。お塚さんは、あ、そうですね、日本語実況される方ね、いらっしゃいますよね。ダダさん、その我慢した先に楽しい楽しい新機種との蜜月の日々が待っておりますので、頑張りましょう待ちましょう。ザカさんは iPhone6 まで待ってみるっていうことは今年の秋ぐらいですかね。鈴木さんはドコモの場合は LG の出方次第で au は HTC、 これ待ってる方結構多いみたいですね。au の新商品発表会の時もそうでしたし、私のツイッターでつながってる方も HTC 派、熱烈なファンがいらっしゃいますよね。赤コーナー WWDC ライトヘビー級チャンピオン、いや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 、何でしょうねチャンピオン何なんでしょうか、気になるところですが、うん、ということでちょっと携帯談義してるとこのまま1時間ぐらいちょっとやっちゃいそうなので、すいません、そろそろ、こちらに行かせていただきたいと思います。はい、先週1週間のこんなことがありましたねという、ちょっと今日のニュース、すいません、盛り込めてないのでこれちょっと次回回しにさせていただきます。昨日までのニュースというからいくつか拾ってみたところをご紹介していきたいと思います。まず一発目というところで、黒白さんこんばんは、ありがとうございます。さあ、はい、ということでまず一つ目、足どうすんですかという話でございますが、何の足かと言いますと、よいしょ、こちら、はい、例の北近畿丹後鉄道の未投下車両第3弾黒松でございますね。赤松青松と来まして第3弾が黒松、まあ、ご覧の通りの真っ黒の漆黒のボディでございますね。で今回この黒松でございますが、ちょっと今までの赤松青松とはちょっと趣向が違います。これですね、丹後黒松号なんですが、車内でランチ、スイーツ、地酒が楽しめるグルメ列車として運行すると。だからこれ1日3回転するわけで、3回転というか
3本、フル回転する日は 3種類の列車が走るということになるわけですね。午前中にスイーツ、お昼午後にスイーツ、あ、違う。お昼にランチだったかな、そして、あ、違うか。スイーツ、ランチ、地酒。この順番でどうも一日、ちょっと区間を変えて回していくという感じなんですが、そうですね。黒帯さんのフロリダ、了解です。そうですね。グルメトレインになります。そう、足。さあ、足って何のことでしょうか。ダイモンさん、軽音委託機動車、乗り取りに行ったっきり、ああ、なるほど。じゃあ、これを機会にぜひとも、今度は足を向けていただければと思います。そうですね。ダダさん、新しいデジカメも気になるところ。さあ、鈴木さん、次どうきますかね。おそ松、とど松、から松、十四松といきますか。それか、赤松、青松、木、おっと、誰かがあった。さあ、今、核心に触れるツイートをイグロさんとつみのりさんがしてくださいましたが、足というのは要はこういう、あれ。ちょっとお待ちください。よいしょ。マウスの調子が。よいしょ。はい、戻りました。これです。でもわざわざ、福知山、最低限ですよ。最低限福知山まで出ないとこれに乗れないんですよ。行きますか、これ。っていうところで、イグロさんのツイート。西舞鶴にしろ、豊岡にしろ、京阪神から行くのには少々不便ですなと。そう、アクセスまで考えないといけませんと。で、すみのりさん、飯付きなら京都駅から発車させたらいいのにという、そういうところになるわけですよ。もちろんこのね、丹後黒松の趣旨、おそらく水戸岡さんプロデュースのことですから、この丹後の地場の食材を使ったあのランチスイーツ、地酒、もちろん地酒っていうぐらいですから、丹後の地酒のはずですし、そういったところで大いに期待できるんですけども、おっと、モハナナニチさん、北近畿丹後鉄道、ぜひお越しください。ザカさん、実は北近畿丹後鉄道全線未乗だったりします、ぜひお越しくださいませ。十四松住職で、いやいや、丹後エクスプローラー復活はよう、いや多分そんな金はないと思います。軽音板機動車乗った時は大雪で由良川橋梁で足が死ぬでしょ、あれは。あれは厳しいと思いますよ。で、あ、チンピードンさん、いいとこついていらっしゃいました。バスツアーということなんですが、思い出していただきたいんです。北近畿丹後鉄道の運営会社にこのほど決まったのは、今、電柱さんがツイートいただきましたが、ウィラーエクスプレス。バス会社。ということは、どういうことかというと、別に京都までこの黒松持ってこなくていいんです。それこそ、大阪で言うと、あの、新梅田シティの、あの、下にあるターミナルだった、あったり、京都駅だったら、あの、八丈口のバス乗り場から、バス、あの、福知山なり、舞鶴なり、豊岡まで走らせればいいんですよ。ウィラーさんのバスを。で、そのまんま、この、黒松に乗っけちゃえば、そして帰りの、バスの便まで面倒見れますからね。いわゆる JR 抜きで、逆に言えば商売ができてしまう、今そんな状況なんですよ。いわゆる京都府北部っていうのは、あの、高速道路網もかなり充実してまいりまして、京都からの、ね、京都市から園部福知山方面へ向ける京都循環道、これも来年だったかな、には全通いたしますので、来年再来年には、そうなるとますます JR 飛ばし中抜きをしていきなり、バス、ウィラーさんのバスでもって福知、この北近畿丹後鉄道の主な駅まですっ飛ばすことができるという、
そんなことも私なら考えます。私が、ウィラーさんの立場に立ってこの足のことを考えた時には JR 見て当てにしてられるかというのが本音です。それで多分物を考えます、私だったら。すいません、ご挨拶遅くなりました。プラレルさん、ありがとうございます。実は丹後のお酒が燃料だったらすごいですよね。実は酒粕で運転してるとか。モハナレンジさん、北近畿丹後鉄道を乗り潰すには金がかかりそう。ついでに加古川線、福知山線。そうですね、やっぱりまとめて乗っときたいところ。師匠さん、昨年9月に行った時は、神戸加古川西脇市谷川福知山といって東舞鶴大浜敦賀と抜け、あらららら、スルしちゃったわけですね。そうなんです。だから鉄道で、持ってこようと思ったら、肥薩オレンジのようなことが必要になるわけですけれども、いかんせんこの車両の性能では多分持ってこれないと思います。どうでしょうね、100キロ出せるのかな。これ100キロは出せると思いますけど、もうそれだけで JR 西さんとしてははっきり言ってご迷惑、来てくれるなっていうふうに。だって自走させてくれなかったんですから、赤松青松の展示の時なんて。DD50 ディーゼル機関車で引っ張ってこられましたからね。その辺の手続きも考えると多分ありえないと思います。そう、バス会社が運営する鉄道は西鉄、京都市営地下鉄、まあね、まあ京都市交通局ですからね。うん、そうですね、ウィラーの最上級の座席のバスプラス黒松、そういうこともやってくるんじゃないでしょうか、案外。そう、で出発から戻りまで要するに全部ウィラーさんの器の中で全部できちゃうということで、実はバス事業を肥やすにも、いわゆる山陰といいますか、山陰あるいは若狭方面へ足を伸ばすにもウィラーさんとしてはいい口実ができるんじゃないかなと思いますけどね。プラレルさん、なるほど、それなら定型お土産店やトイレ休憩と、そうして、そう、横付けもできます。よいしょ。そう、行き帰りはピンクの護送車で、食事は電車で、そう、節約芸もできます。まあね、ウィラーさんいろいろあります。まああれだけの急成長した会社ですから、何にもないはずありません。何かあるはずです。これは良い意味でも悪い意味でもね、既存の秩序を揺さぶった会社ですからね。何かない、何にもないって方がおかしいと思います。東京から福知山まで夜行って、それはどうですかね。まあ、ありえなくはないですね。でも、京都縦貫道が全部通じた暁にはありえなくはないですね。キハ201クラスの動力性能じゃないと西は拒否、ということになると思います。電車並みに走れないと多分、迷惑千万極まりないということが本音だと思います。特急橋立て運用の時にケツにつけると重くなるから、それもダメでしょうね。あ、そっか、ザカさん、北近畿丹後の車両は ATSP がない。あー、そっか、だから園部京都間のピーク間が走れない。あ、そういうことか。じゃあもう全然ダメですね。となると今対応してるのは丹後ディスカバリーとエクスプローラーか、それぐらいしかないですね。で、イグロさんは KTR の遠征に行くときはマイカー利用になると。そうですね、パック限定とかに、あ、案外やっちゃうかもしれませんね。そうです、京都市交通局はバスと地下鉄でフロアが違います。そうです、橋立てを連動内装に、どうでしょうね。そこら辺ウィラーさんがとりあえずやるというふうに決まったというだけで、具体的にじゃあウィラーさんが北近畿丹後鉄道をどうしていくかという方針がまだ出てるわけじゃないので、あくまでもこれは我々外野からの
邪推っていうことで、まあこういう風にするんじゃないのかなというレベルでとどめときたいと思います。チビランちゃんさん、ごめんなさい、チビランちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。エンジンの乾燥しましょうと思ったら、足回りの強化、そして安全保安面 ATSP に対応するというところも必要になる。そこまでしてウィラーさん鉄道で京都まで客持ってきますかねっていうと、まあやらないでしょう。それだったらうちんところのバス福知山なり舞鶴まで持ってきますわっていうのが常識的な判断かなというふうにもいたしますね。ということで BGM 変わったところで次の話題に行きたいと思います。これもちょっとある意味驚愕せよこの統計ということで、ライターの草町義和さんのツイートから、ちょっとに貼ってあった画像をちょっとお借りしておりますが、要は北海道の JR 北海道の路線で、いわゆる路線別全線、路線別というか路線別の数値と区間別の数値、細かく集計し直してみると実はこれだけ実情が違うのよという話でございまして、一個一個路線取り上げてはお話はしませんが、要するに赤い文字で書いてあるところ、例えば江差線のこの間廃止になりました木古内江差しかなんてのは輸送密度1日100何十人、それから札沼線の北海道医療大学から新十津川の末端区間なんて2桁台とかですので、あと全線でこれダメじゃんっていうのがねありますけれども、富良野線は大丈夫か、留萌線やばいですねとか、そんな感じで、宗谷線なんて名寄以北が3桁台とかね、そんな感じになってきちゃうと、黒帯さんお帰りなさいませだから北海道は電化区間以外は全廃でというような、そういう論が出てくるわけですよ。そう、江差木古内間の代替バスはポンチョということは小型バスで間に合っちゃうんですよ。だいたい江差市の人たちは函館直行するバスに乗っちゃうので、いちいち木古内なんか回る便なんか乗らねえよっていうのが本音というふうにもなんか、話は聞いております。留萌線マジで危険、そうですね、トマトさん JR 北海道は今立て直してる際途中ですから、多分北海道新幹線が来ても大差ないと思います。この数字は動かないと思います。そう、宗谷線は特急走ってますよ稚内まで特急行ってますよ。イクロさん、末端区間が軒並みカットになりそうな表ですなと。これが実行されたら留萌管内から鉄道がなくな、そうですね、なくなりますね。はい、ちょっと繰り返しになっちゃいますが、左赤文字部分を廃止しただけでも相当なもの、例えば釧路から根室の間とか、あと専門線も確かやばいんじゃないかな。輸送密度2000人以下まで廃止対象にしちゃったら北海道の鉄道網はどれだけ歯抜けになるかという。だからあれですね、もう JR 北海道、まあもちろん頑張ってほしいし立て直し気持ちとしては応援したいんですけど、これ独力では無理でしょ。これは道とか国とかが、これはユニバーサル、この間なんか法律通りましたよね。地方交通に対するなんか法律の改正案かなんか通りましたよね。もうここはもう、下物、線路とかはもうこれはユニバーサルサービスということで、行政の裁量で残すと。で上物に関しては JR 北海道さん頑張って
くださいねというふうに切り分けなきゃいけない部分が多分にあるんじゃないのかなという気がしますね。貨物列車区間は JR 貨物へ譲渡して旅客駅は廃止国鉄の赤字路線は路線名単位で生かすか廃止、そう、あの決めていた矛盾が結構なところで出てきましたね。ポクポクダンサー、この数字を見ると乗客が10年で10倍になった方肥線はすごいなと、そこですよね。自称さん、自家用車1時間、バス2時間、JR3 時間、それじゃ乗りませんよね。宗谷本線の末端とか根室線の末端は防衛上存続させるように法律が整備されす、かもしれませんね。留萌線の観光列車なんてアイデアが思いつきそうもない、私も思いつかないです、まずは輸送密度500人以下は厳しいんじゃないかと。そうなんですよね。で、ザカさん、ただ根室とか残してるから釧路まで行く人もいるから区間利用の他に直通割合も出さないと本当はダメということで、だからまあこれはあくまでも表に現れてる数字をもうちょっと細かく計算しただけにのもの、いわゆる我々でも知り得る数字ですからね。今ザカさんおっしゃったように、実はお客さんの動きからすると釧路を通過して根室へ行く動きもあるでしょうし、いわゆるあのぐるっと石北線から網走回って釧路へ回ってとか、なんかそんな動きもなくはないでしょうから。そうですね、市長さん、席を切ったように人口流出が激しくなる、そうだから、あのさっきね武藤さんもおっしゃってましたが、先駆単位で廃止しちゃったそのあとってどうなったか、その末路を見るということを考えると、まああとはね、北海道というのが戦略的に重要な地域ということも考えると残した方がというね、イグロさんの声もありますし、もう上限分離、まあ例えば札幌近辺とか、あと貨物輸送が一定量残る、室蘭本線とか、いわゆる函館、長万部、東室蘭、苫小牧とか、あの辺ですね。あの辺はまあ、独力で残せるかと思うんですけども、貨物が不動産資産を引き取る可能性はまあないでしょうね。貨物ターミナルが関根山でしょうね。あとダイモンドさん、785-789-1000番の快速エアポートは正直札幌新千歳はきついと、ですね、そういうところもある。逆に留萌線廃止とかなったら沿岸バスの中の人がねえ張り切っていただいて、まあ、それで盛り上がればいいんですけれども、北海道エアシステムもひどい状況だから飛行機に振るわけにもいかないと。とすると道路と鉄道、やっぱりまあ鉄道もね、まめに除雪とかそういったメンテナンスをやってるからこそあれだけ体感大切、亜寒帯の気候の中でも公共輸送機関として成り立ってるわけですからね。だからそこを考えると、ある意味公共事業、いわゆる道路と同じ位置づけでもって北海道なり国が管理していかないとどうしようもないんじゃないかなというふうに思いますね。そう、廃止すると極寒期に地域交通物流がそう月単位で麻痺するっていうところになると、本当に道路と同じ位置づけで、維持管理をしていただきたいという、それ北海道 JR 北海道独力で無理ならば、やっぱり国と北海道、まあ道イコール国ですからねあれですけれども、
特急や観光列車部門は赤い会社に外注で引き受けますか JR 九州引き受けないと思うなそうですね、鉄道をどう使うかっていうところは本当にグランドデザイン、北海道の交通っていうのをじゃあどう守っていくかっていう中で話し合わなきゃいけない話で、いわゆるスキームをどうするかっていう、独立採算っていうスキームではうまくいかないところが北海道大半なので、ちょっとここはね、シベリア鉄道とかどうやって維持してるのかねそうですね、気になりますよね。国鉄時代は保線はちゃんとしていたが、今は、あ、誰かが。はい、じゃあザカさんが襲われないうちに次の話題いきたいと思います。まあ予想通りのオチという話で、この話これも以前鉄談でもご紹介した話だと思いますけども、大阪環状線の朝のラッシュ時間帯にサンドア車221、223、225を集中投下してみたらどうなるのっていう実験をやりました、やりましたって話をしたかと思いますが、まあそういう実験をやると JR 西が言った時点で予想されていたオチではありますがね、え、大体皆様も想像できたと思うんですけど、あれこうなりました、ラッシュ時でも列車遅延などの影響がないことを確認したと。ほんまかいなと言いたくなる結論を JR 西さん持ってきまして、絶対これ嘘だと私は思うんですけど、お客さんの数そんなに山手線とか東京の鉄道に比べれば全然少ないとはいえ、4ドアロングシート車と3ドアクロス車の違いは少なくないような気がするんですが、どうですかね皆さん昔の西武かよってそうですね近江鉄道ですよ、近江鉄道、近江鉄道があれですよ、800系4編成それで大阪環状線のラッシュに立ち向かっても多分肩がつくというそういう風に JR 西さんはおっしゃってるわけでございます。3ドアテロ、そうです、ピーク時に3扉で足りてる、うん、まあさすがに大阪京橋鶴橋天王寺、いわゆる昔の常都線区間では分かりませんけども、西成線とかいわゆる大阪西九条新今宮、この西半分に関しては十分間に合うと思います。でモハナレンジさん、入っても3ドアのロングシートだろうな同様の、とで阪和線と大和路線もなんかそんな展開になりそうな気がして私しょうがないんですが、西の確認は信頼度 5%。 イグロさん、大阪は3ドアで十分やと思う、座席の数が多くなるしと。そこなんですよね、3ドアはまあいいでしょうと。さあその時に、今黒帯さんも書かれてますが、ロングで行くのかクロスで行くのか、でクロスだと日中でも車内ぎゅうぎゅうな時がある、まあ大和路快速でたまに6両が来た時の涙、6両来た時は涙目というのはありますけども、まあそうですね、関空紀州路快速で8両3列シートでもそこそこ人は乗ってますしね。そうですね、 JR 東とは真逆でも間に合ってしまう JR 西、京橋鶴橋とか夕方は103でキツキツ、うん、私もそんな印象です。ザカさん、
大丈夫ですか、自分の身は自分で守っていただきたいと思いますが、まあ京急もラッシュ時に、2ドアが走りますから本数を増やせばなんとかなると思うが、問題は本数を増やすつもりがないというところで、ということで、西武の3ドア風前の灯火ですが、大阪に関しては3ドアがこれからガツンガツン入ることになります、どうやら。トマズさん、あれは静岡限定よって、それが大阪でも体験できるかもしれません。京阪5000系のように閑散時3ドアの5ドア車作る、いやそんなことは JR はしないでしょうね。チンピンドーさん、あ、チンピンドーさんはね、リアル利用者ですからね、ですよね、遅延しまくってたのに。片谷イグロさん、過去に大阪環状線の京橋天王寺を通勤してましたが、221や223でも十分だったと。あ、近鉄の LC カーみたいに、回転、いやそれも多分 JR さんしないと思います。うん、そうですね、意外と3ドアロングは耐えると思います、静岡地区で実感ということで。まあ207系321系の車内ご存知の方だと、あの長椅子がより長くなると思っていただければ結構かと思います。洋介バリスタさん、こんばんは、ありがとうございます。朝のラッシュでも、2両3ドアワンマン列車がバンバン走ってるます鹿児島ですが、何か、いや何でもございません何でもございません、JR 九州さん頑張ってくださいということで、よろしくお願いいたします。6両長いと、まあ熱海駅でよく言われるジョークで、東日本の方では短い10両がやってくるのに対して、 JR 東海の方は長い6両が来るとかねいう、なんか笑うに笑えないジョークがありますけれども、オールロングを静岡追放した分かった、これで叩き出された四つドアが広島へ、やっぱりだから広島ガムテープの歌の通りになるんですよ新車はもう二度と来ないになるわけですよ。坂さん、逆に言うと大阪都心部はそうです、もう完全に地下鉄です、はい。まああとはあえて付け加えるならば阪神難波線かな、堺筋線は、三つドアですが19メーターだったかな、阪急は。はい、改めまして陽介さん、こんばんは、なんとか生きてますよって、ありがとうございます。ちなみに今はただいまこの配信 YouTube ライブと Ustream でサイマル同時配信を行っておりますが、 YouTube ライブ20名様、それから Ustream が14名様、計34名の皆様にご覧いただいております。そうですね、東京23区の JR から3ドアロングが消えましたね、そういえばねあ、なんかリツイート来てますね、西から進むと熱海からお布施をしたくなります、はい。まあ数年前まで東海道線、高崎線、東北線で3ドアセミクロスがいたっていうことを考えるとね、まあそれぞれの事情ってものがありますからね陽介さん、そういうこと言わないこっちはホームが6両分しかない、ほっといて。あの広島ガムテープ、あるいは国鉄広島、ひどい鉄広島で検索していただければ、その替え歌がニコ生もしくは YouTube に載っておりますので、MI さん、こんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。はい、新快速が12両で到着いたします。201は広島地区では使えますが、瀬の八は大丈夫ですかね、まあ越えさせないか、岩国とか海辺の方には、あと呉線の方には回せますからね。
それから、武道さん、今後の JR 西の車両新造は、そうです、もうすでにベースは321系、225系、287系ベースで行くことはもう規定路線ですので、あとは車内をどう作り込むかだけの話だと思います。いわゆるメカ的には 0.5M 方式で押し切るでしょうし、ただそれで広島持っていけるかな、新車大丈夫かね。もはなれんさん、そう、人口減による利用者減を見込んで3ドアでも大丈夫だと。で、あとはですね、ホームドアなんですよ。ここに書いて、この後出てくるかな。よいしょ。あ、ごめん。ごめんなさい。ホームドア。今となってはですね、昼間に限ってお話をしますと、3ドアの方がメインなんですよ。本数的に。1時間に4本の大和寺快速と、1時間に4本の関空紀州寺快速。これで8本でしょ。で、残りの4本が、4ドアの車両ということで、今や、本数的にもマジョリティは3ドアなんですよ。だから流れとしてはもう、3ドアで統一してホームドア作りやすい状況を作っちゃえということだと思われます。あと、車内的にはどうするか、車内のロングにするのか、関空紀州寺快速の223、225のように、3列シートにするのかというところは、議論はあるかと思いますけれども。カープは強いんだぞって、まあね。そう、今年強いですよね。そうね、カープ。プラレールさん。まあ、上東線も西成線も都心部外縁を回ってるわけで、ビジネス街が再び都心部へシュリンクしつつある暴走感、そうですね。みんな、中心行っちゃうわけですもんね。その環状線突っ切って、あるいはその環状線のターミナルで乗り換えて、中行っちゃうわけですからね。そうするとどうなんだろう。グランフロント大阪とか大丈夫でしょうかね。まだあの辺ビルバンバン立ちますよ。大丈夫ですかね。ザカさん、静岡のダイヤも島津沖津タンデムダイヤになって楽になったけどねと。熱海浜松直通は6両または5両が多くなったし、タンデム区間は乗車分散できるように、うん、そうですね。そうですね。あ、201は中央東線山線区間設計だから意外に背の8大丈夫。あ、じゃあ行けますかね。そう考えると313番のJR 東海のね、盤石な基盤があればこそできる豪華な設計というふうにも思いますが、武道さん、もう321はそうですね、出ないですね。そういう意味では225のバリエーションが増えるか、もしくは227とか新しい型番が出てくるのかもしれませんけども。浜本奈さん、0.5M はドライバーに評判が良くないって、なんか空転が多いっていう風に聞きますね。うん、私もなんか荷重が 0.5M 方式っていうのは、要は1両の中に付随台車と動力台車1個ずつつけるという方式の 0.5M なので、だから同軸が、2軸だから、どう説明すればいいんだ、車で言うと FF か RR、 荷重が片っぽに偏りすぎるだけかといって、普通の 1M 式ほど重しはかからないので、結果として空転してしまうという、どうなんでしょうね。ちょっと誰か分かりやすく説明してください。お塚さん、国鉄広島は松田と組めばいいのにね。松田さんあたりね、ちょっと
力貸してほしいですよね。内装とかシートとかね。チンピンドウさん、3列シート車は4扉車より座席が少ない。ね。となると、3扉ロングでいいような気もしてきますしね。イーグルさん、昼間の環状線は女性専用車両、非設定列車が多数になっちゃってますから、もう形骸化してるという話もありますね。洋介さん、九州で廃車になる415系を挙げます。2編成つないで連結面をどうにか中間車改造して8両にすれば OK。 いやまた魔改造をやらせるつもりですか、 JR 西に。というかプラレールさんが驚いたということはちょっと大丈夫ですか、その情報言ってとかね。って言ったら、ああもちろん無責任に発言していますね。ああそうですね、201は富士急も入るし甲府や松本まで行っていた時代もあるからという意味では、やっぱ国鉄時代の車両ですから頑丈に作られてるというところで言うと使い回しが効くという、やりかねませんね本当にね。201をさらにもう一回あの化粧し直して広島へ持っていくということ。ザカさん、JR 東海の 0.5M は3両で 1MHT 比率をするだけだからそれほどでもないけどと、実質 0.5M は1両だけになるそうですね。スカイアクティブという技術は鉄道に応用できるのかというと、ディーゼルかな、それぐらいかな。結局我々素人の予想通り 0.5M は間抜け仕様だったというね。で塩さん、説明いただきました。動力軸の軸重が軽くなるので軌道保守面で負荷が小さいのがメリット、片や軸重が軽いので空転しやすいのがデメリット、ありがとうございます。ひそひそ201にトイレつければもう瀬の八いけちゃうのよ。静岡の2115000番あげるからお好きな、おっと、なんかいろいろと密談が交わされているようでございますが、415系は、今は関門エリアしか、そうですね、見ませんね。確か私がこの間行った時も415見たのは文字、小倉界隈、あと日報線ぐらいかな、だったような気がします。どっちにしろ下関まで行く列車ぐらいしか入ってない、そんな記憶がありました。まあそれは当然なんですけどね。はい、ということで大阪環状線の将来は3ドアで行くということは決まったようです。まあその中身がどうなるかはちょっと今後の情報を待ちたいと思います。ということで前回の宿題になっていた、宿題というか前回の鉄談で話題になっておりました、なぜ JR 奈良線はあんなに迂回してるのかというお話でございます。末期色の201なら違和感ないで、いやしょうさん、201系って動力性能で言えば211系の低ギア比仕様に近いものなんで、そっか、高速性能は劣りますが途半性能は上と、あ、じゃあ使えるんだ。銀座線1000系 0.5M というのはもしかしたら方式が違うのかもしれないです。というのはそれぞれ一つの台車に付随軸一つと同軸一つという形だと思うんです。で付随軸というか同軸じゃないもう一本のやつがいわゆる可動軸というかね、ステアリングできるような形になってるという形だったと思いますが、あそうですか、415日報線も鹿児島線も深く降ってきてる、失礼いたしました。
415K のカンカンマを封じ込みはおそらく何かの序章だと思います。あとはラッシュ時の鹿児島線の快速4+444の12両や福北豊か線、日豊線などなど、あ、宝庇線にもあると。トマトさんありがとうございました。よいしょ、あ、チンピンドーさん、そうですね、ウェイトの問題ですねって、 0.5M、 0.25×2 は良かったのにと。そうですね、ちょっとなんかあの 415K 話で盛り上がってるところ誠に恐縮ではございますが、次の話題といいますか、ね、前回盛りあのちょっと話に出たこちらのお話行ってみたいと思います。まずは現在の地図ご覧いただきたいと思います。はい、遠回りしてるっていう話で言いますと、近鉄京都線はご覧のようにまっすぐショートカットするような形で走っているのに対して、 JR 奈良線、それから京阪の宇治線は東の方へ大きくビヨーンとそれて、宇治のまあ中心街というかな、そっちを通って、あの東に要は突起するような形で、まあ円あの迂回をしている、そんなルートになっております。こちらでございますが、これ今の地図を見ただけではなぜこんなにわざわざ遠回りするのか、まあ人口が集まってるのが確かにこの両線、JR 奈良線、京阪宇治線が走ってるエリアに人口が集まってるからというのが、まあ、妥当な理由なんですが、じゃあそうなってしまった理由っていうのは何かなというと、これなんです。こちらあのプラレールさんの配信でもね、使われてました。今昔マップオンウェブというオンザウェブというサイト、こちらのデータをお借りしておりますが、これ100年以上も明治時代にはこの近鉄京都線がまっすぐぶっちぎってるところには湖というより池ですね、湖というか池というか、あの小倉池という水たまりがあったんです。そうですね、あのプラレールさん、宇野線と同じ事情です。こういう事情があったんです。ちなみにこの小倉池というのは、京都の歴史を語る上でも、平安京の歴史を語る上でも非常に重要な存在でございまして、四神相応の地と言われる平安京、その中の南の、シンボルというふうにも言われていた古い時代からある、まあ、湖でございます。これがまだ明治時代の前半あたりにはまだ残っておりました。で結局これが、まあ、結論を先に言ってしまうと、昭和、まあ、戦中にかけてですから、昭和10年代20年代にかけて左の地図のように全部田んぼに変わっちゃいます。干拓されてしまいます。そうですね、明治期の地図には小倉湖と書かれていると。で、まあ、小倉池もしくは小倉湖、どちらでもまあ結構いいんですけれども、
そう、あのまあ結局はこの湖がなくなってしまうんですが、じゃあいつ頃現在の、近鉄京都線が通るようになったのかと言いますと、これはあのさっきご覧いただいていた古い地図の一部を拡大したものなんですけれども、これが、明治じゃないですね、1922年23年っつったら大正から昭和に入るぐらいでしたかね。ですから明治大正時代にはまだ通ってなかったと。ですがこれが1927年から1935年の地図ということは昭和の元年から10年ぐらいか、それぐらいの地図になると、はい、おや、もう昭和に入ったあたりでは今の近鉄京都線、かつて奈良電ですね、はい、そう、あの奈良電も池中を突っ切ってる築堤沿いに線路を敷いてる、そういうことになります。ですので徐々に、この小倉池というのが、まあ、狭められていったという歴史が、まあ、見て取れます。で、実際の情報を見てみますと1928年の11月3日ということは、今でいうと文化の日ですけれども、これは皇室的にも大事な日ですよね、11月3日というのは。この日に奈良電気鉄道が桃山御陵前から最大時間を開業しております。ですので昭和何年だ、昭和に入ってからっていうのは間違いないですけども、1922年が大正11年と、地盤が悪いし、そうですね。まあ、今でももう田んぼ以外のものはないですね、ほとんど。はい、こういう歴史がございました。なので、大正から昭和にかけて小倉池が徐々に埋め立てられていってということもあり、そしてプラレールさんも書かれてますけども、その池沿いに築堤作って、もうバーンと直線で通しちゃったというのが、どうも、その原因のようでございました。というような、こういった京都鉄道今昔物語みたいなもの、なんかいつかまとめてご紹介する機会があればなと思っております。ああ、そうか、大正天皇が明治天皇のお誕生日ということで11月3日ですね、今は文化の日でございますが、ああ、だからスピード出せないのか近鉄、うん、どうでしょうね、出そうと思えば出せそうな気はするんですけどね。あ、そうだ、プラレールさんその通り、伏見桃山陵には明治天皇が祀られているので11月3日を開業日にしたと、そういうことです。ありがとうございます。で、まあ、こういったネタも含めて何かご紹介する機会がまたあればなと、ネタに詰まったら何かやりたいと思います。ということで、お待たせいたしました、今日の本ネタようやく参りたいと思います。現在のところ YouTube ライブで21名、それからユーストリームで13名の方ご覧いただいております。ありがとうございます。ということで、鉄道談話クラブ今日のメインの出し物行きたいと思います。関西快速コレクションの第3弾、学研都市線の快速で、ここにはなんちゃら快速っていう名前は特についておりません。母さん、あの片町線どこに行ったんでしょうね、という、もう最近片町線という名前も、だって片町駅ないし
今や片町駅ありませんから、片町線という名前すら記憶の彼方に遠ざかった感もある、学研都市線でございますが、はい、ということで、でも結構歴史的にはなかなか興味深い変遷がありますので、ちょっとその辺から辿っていきたいと思います。はい、まず1895年の8月22日、なにわ鉄道により片町四条縄手間がまず開業いたします。なんで結構早かったんですよね、このエリアに鉄道が敷かれたのは。ちょこっと近鉄京都線と並走する路線、はい、それも今日ご覧いただきます。松井山手分割併合ありましたね。そう、片町に行く前は綱島だった。細かい歴史やりだすとちょっとかなりな分量になるので、かなりオミットしてるところちょっとお許しください。かなり主だったとこしか書いておりません。はい、そしてその2年後にはなにわ鉄道が関西鉄道に路線を譲渡しちゃいます。なので経営母体が変わってしまいます。で、さらに1898年の4月に関西鉄道により、四条縄手から今度は長尾までが延伸されます。江前さん、その通りです。片町線という名前、私が知った時は一部機動車区間だったようなという話もしていきます。木津四条縄手だというのは、ああ、いいです、お話ししていきますね。そうです、なにわ鉄道、関西鉄道が大阪側のターミナル駅を求めて右往左往した歴史、それをやりだすと多分プラレールさんの博識をもってしても小一時間かかっちゃうと思うので、すいません、そこは一切触れずにいきます。そして、長尾新木津間が延伸開業。さあ、この新木津っていう駅ですけども、当然今はございませんで、じゃあどの辺にあるのって話もこの後車窓見ながらできればと思いますが、でさらにピッチ早いですね、同年9月新木津木津間が延伸開業し、現在の JR 奈良線である奈良鉄道線に接続をします。さっきの奈良電と混同しないように、こちら奈良鉄道でございます。この奈良鉄道は後々国営化された時に、国鉄、まあ、奈良線、多分奈良線という名前がつい、奈良に行かないのになんで奈良線なのっていう、多分そういった理由もこの辺りにあるのかなと思いますけれども、片町線って関西鉄道の冒険会社、うん、そう、まあ、そういうことになりますね。まあ、なにわ鉄道っていうのが路線を譲渡、まあ、経営吸収合併かな、路線を譲渡って書いてますけれども、あ、網島、失礼しました、綱島じゃないですね。はい、それで19、この、まあ、片町線となる、路線は1907年の10月に国有化、関西鉄道自体が国有化されるということで、この時ですかね、片町線という名前が使われるようになったのは。はい、そしてさらに時代は進みまして、学研都市線になる直前まで、で電化の話、今出てき、今ソーシャルの中でも出てますが、まず最初に片町からまず四条縄手の間までが電化されます。この片町線というのは実を言うと結構軍事路線でもあったということで、要は大阪城の周りっていうのが兵器工場とかがあったりとか、今大阪城公園っていう形でね、
公園になってますけれども、あと大阪ビジネスパークということで高層ビルがたくさん建ってますが、あの辺り全部軍事地帯だったと。でそこからその、まあ、一橋である片町から伸びる路線だったということもあったんでしょう。あのこの片町線沿線にはいろんな軍需工場とかそういった拠点への支線も伸びていたりしました。ということもあって、まず一番実はこの関西の国鉄の中では比較的早い時期に電化がなされております。そしてもう時代はいきなり戦後へ行っちゃいます。1950年の年末に四条縄手から長尾間が電化されます。師匠さん、片町線といえば木津長尾間はキハ30の2両編成だった思い出と。そうですね片町線、それから JR というか国鉄奈良線もそんな時代が私の記憶にはあります、はい、そうですね。やはりお城に軍事拠点を置くのはどこも同じ。そうですね。そして、まあ、土地が、まあ、まとまった土地を確保するという点でも良かったんでしょうね。まあ、そういうそれを込みにしても戦後間もない時期に長尾まで電化をされているっていうのは、MIさんおっしゃるようにね、確かに早いっちゃ早いです。で、ただ電化区間っていうのと、もう一つ伏線区間っていうのはまた別の話でございまして、伏線区間がじゃあ長尾まで戦後間もなく、伏線だったかというとそうではなくて、まあ、ところどころできるところから徐々に伏線化をしていって、長尾まで伏線化されるのが1979年。だから長尾まで電化されたのは早かったんだけど、その後の通勤路線化という意味ではそんなに、まあ、国鉄になってからのスピードはそんなには速くなかったということですね。イーゴロさん了解しました。で、この長尾まで伏線化が終わった時に、片町線の片町から長尾の各駅に関西の国鉄線では初めて自動改札機、詳しくは、小松左京の小説日本アパッチ族にと、大阪城公園の軍事的あるこれ、ありがとうございます。上等貨物船の正式名称を分かる方、お願いいたします。長尾まで殿下伏線用地が、どこの長尾線、香川ではないと思われますはい、そしてちょっと、まあ国鉄末期を象徴する出来事としてちょっと一個挙げときましたのが、1986年の4月に同志社前駅が開業すると。ただこれは電化区間かつ伏線区間の外側にあったので、とりあえず駅作りましたという印象はまあ拭えないんですけど、確かこれ同志社さんがお金出したんでしたっけね。片町線はかなり後の頃まで旧型、そうですね、車両の逆に取り残された感っていうのは、多々あったかと思います。で自動改札機が早いっていうのはおそらく実験するにもあまり支障がなかったというのが本音だと思います。大阪環状線にいきなり入れるよりも、とりあえずはこのテストケースとしてこの片町線に入れてみたっていうのが多分実情じゃないかなと思われます。黒帯さん、長尾まで
長尾駅までが伏線化された頃にはベッドタウン化の波が押し寄せてきたというそういうことだと思います。そうです、江前さん、同志社前駅はもろに同志社大学の田辺キャンパスの真ん前とまではいかないか、その辺はちょっと黒帯さんの解説を待ちたいと思いますが、数年前まで客車改造の駅舎だったんですよ、同志社前駅。市議の吹田貨物船館は今でも、線路戸設計上は片松線ということで、ありがとうございます。その同志社も京都へ、文系と理系が完全に分かれてます。今の同志社は文系の学部はすべて今出川、京都市内御所の北側に固められまして、逆に理系の学部がすべて田辺キャンパスに固められました。今まで、ある時期は1年生2年生は田辺キャンパス、3年生4年生は、今出川キャンパスっていう分かれてたんですが、それを取っ払いまして、今は文系理系ということで2つのキャンパスを使い分けているということになっております。そうですね、モハナ・アナニーズさん、そういうことです。つながってないというところがある意味ミソであります。動きがその路線の中で全てクローズする、完結するというところでやりやすかったんだと思います。はい、同志社大、鈴木さん、同志社大学と同志社女子大最寄り駅前、同志社前、昔大学野球のオープン戦、あ、そうなんですね。え、LC カー作者、マジですかそれ。はい、ということでこういった感じで国鉄から JR に変わりまして、いよいよ学研都市線という愛称、路線愛称ですね、それがつくことになります。それが1988年の春のダイヤ改正からで、この時に快速というのが設定されるんですが、本数はビビタのもんでした。この時はですね、平日のみ上り1本下り2本って合ってないようなもんじゃんっていう程度だったんですけれども、それが後々発展していくわけですね。で、電化区間ということに関して言いますと、その翌年1989年の春に長尾木図鑑が一気に電化されます。それと同時に、もう一駅長尾から一駅伏線区間が延伸されますというか、松井山手駅という駅が新しくできます。本当にニュータウンの中に、ニュータウンのためにある意味京阪電車が JR のために駅を作ったという、要は京阪電鉄がやってるなんちゃらローズタウンという、その住宅地のために駅を作ったと。まあ同じようなケースが湖西線の小野駅というのもその一環でございますが、でこの時に長尾松井山手間が伏線化されまして、で1997年の JR 東西線開業によりまして、 JR 宝塚線の宝塚方面、あと宝塚新三田方面と JR 神戸線西明石方面との直通運転が始まりまして、その代わり京橋片町間が廃止されて、ね、さっきも出てました片町駅のない片町線という形態になっております。で、まあ、その後松井山手木図館のある意味近代化がポツポツと進んでいきますが、それはもうこの後、これからご覧いただく動画の中で皆様感じていただきたいと思います。実は東京よりも先進的だったというあれ。まあ
実験台にされたという表現がいいのかどうか分かりませんが、黒部さん、私がいた頃は 1,2 回生は、理系文系問わず京田辺、文系3回生以上は今でが、あ、そっか、そうだ、理系は4年間田辺でしたね、そういえば。黒城さん、某 R 大学は同志は分かりやすくていいっていう。いや、某 R 大学もあれですよ、来年になったら茨城キャンパスができますからね。それで今草津市がかなり危機感抱いてますんで、琵琶湖草津キャンパスにある学部の一部が茨城へ持ってかれるっていうことで、かなり草津市が、温泉のない滋賀県草津市が今危機感を抱いております。この停車駅を全て読める人ってどの程度なんでしょうか。あー、ちょっと難読駅名多かったですよね。河内岩船がは、京阪片野線があるから、うん、あの後でそれも通っていきますね。長尾駅なんて非電化時代には電化区間と線路すらつながってなかったのにって。ひでえ。でもそうなんですよね。そうです、 JR 東西線というのは片福連絡線のことを言います。そうですね、昇格寺信号所まで含めても片町線、木津宝塚間の快速ありましたね。それが今は木津から塚口まで。なぜ塚口なのかという、非常に中途半端な存在になっております。そうですね、宝塚線直通運転って始まって結構、まあ、始まってからそれなりの歴史にはなります。黒帯さん、それ言っていいんですかね。某 R 大学の衣笠キャンパスは交通の便があまりよろしくなかった、それは他の場所にキャンパス作りますよという話なんですが、今その某 R 大学は琵琶湖草津キャンパスも実を言うとそんなに交通の便よくありません。バスでないといけません。南草津駅降りて徒歩何分っていう話ではありませんので、むしろ高速道路で行った方が近いぐらいです。名神と新名神のちょうどジャンクションの近くにございます。で、その某 R 大学さんは京都市内の二条駅の近くにサテライトキャンパスを作ってます。だからやっぱり皆さん考えることは同じで、他に浄土宗系の某仏大学は、も同じところにね、サテライトキャンパス作ったりということで、やっぱり交通の便のいいところに拠点を置きたがるというのは今時どの大学も同じということで、多分 R 大学の中では一番交通の便がいいポジションになるんじゃないでしょうかね、今度の茨城のキャンパスは。あ、別府にもありましたね。確かに某 R 大学系のやつ。はい、塚口止め論争はこのユーストでも小一時間ありました。さあ、その辺も含めつつ、じゃあそろそろ行ってみようかと思いますが、ちょっとお口直しに、小さい動画を、小ネタ動画を挟んでから、本ネタ行きたいと思います。こちらちょっとご覧ください。ちょっと私休憩させていただきます。Thank you.
numbers 1 through 8. はい、書いてまいりました。その間にお久しぶりです。Mr. Wanza, good evening, long time to see you、こんばんは、ありがとうございます。 Thank you very much。 皆さん、あのゼロ系の先っちょには相当びっくりしていただいたと思いますが、私もびっくりしました。京橋、陽介さん、京橋にはもう別のメロディーが入っちゃいました。残念でした。いきなり木津駅、ドア手動扱いです。ここから、長尾までは各駅に止まってまいります。ですので、あのさっきの説明の中で申し上げた片町線の近代化の歴史をたどっていただけるかと思います。え、まやさん、それはあれですね、首がいや、それあのどこのラピュタっていう話ですよね。さあ、いきなりホームの端っこから急カーブで西へ向かっておりますが、昔々、この片町線はこのいうふうにカーブするんじゃなく、まっすぐと鴨へと伸びる線路も存在しておりました。ですので、この辺のどこかに新木津駅があったかと思われます。もしかしたら今左に駐車場みたいなのが見えていた、そのスペースだったりして、正しい場所は特定できておりませんが、この西木津駅なんですね、次の駅は。その間のどこかに新木津駅とされていた場所があったはずです。西日本、そうですね、主導多いですね、あの省エネ節電ということで、割と始発駅終着駅ではそういう扱いにするケースが多いです。京都駅とか、奈良線の京都駅とか、あと JR 奈良駅とか、黒帯さん、傷まで乗ったことがない。じゃあ、ぜひ新鮮な目でご覧いただきたいと思います。ちなみに現在YouTube で20名様、それから Ustream で14名だ、ご覧いただいております。ありがとうございます。だからやっぱあれですかね、サイマルやる意味ありってことですかね。今日は Ustream と YouTube ライブパラレルでお送りしております。GPS 端末の7両停車、先週はこれで燃えた方がいらっしゃいましたけれども、基本的に先週の JR 奈良線の時と声は一緒でございます。7両編成というのが信じられんって、そうですよ、ガラガラですよ。ただし、30分に1本になります。この木津と
同志社前の間が30分に1本で、1時間に1本確か同志社前折り返しの便があったと思います。まるで電化された旧大船なるほどね。鈴木さんも同志社前より向こうということは、今見てる同志社前より向こうということは今乗ってる区間がないってことですかねうわーこんなに家がたくさん、いや言ってるうちに田んぼばっかりになりますから。ああ新手の駅接近予告装置、そうですそうです。で停車目標まで教えてくれるという、はい。そして今これ上を通っていくのが近鉄京都線でございます。これで進行方向がだいたい北向きということになりまして、進行方向右側に近鉄京都線が並行する形になります。ですので逆に言えば近鉄京都線の車窓からこの学研都市線の不釣り合いに長い7両編成の並走する、こともあったりします。ワンザさん、I'm so happy to see you again タッチさん、Thank you very much 、うん、ありがとうございます。もうこれ完全に、近鉄線と並行してますよね。これもう手の届く距離という感じです。そうです、黒帯さんその通りです。京都鍋で切り離しがなくなったから7秒のまま傷まで行くで、傷まで同志社前とかも含めて全部7両対応になっております。このホーム坂さん、この乗務員補助装置の定目案内が必要な運転士しかいないのかと逆に不安になるとまあね私もそんな気がしますけど、大きな親切大きなお世話っていう感じもいたしますが、はい。この構造のですよねこれね、柴田家でここで引き込み線が2、3本、スラパパさんこんばんは、ありがとうございます。なでしこと同時視聴、あ、そっか今やってるんですね。国会図書館、あ、関西館ですね、国会図書館ということはそうですね。宝園駅は廃線も変わっております。で、まあ今のスピードで言うと、まあ、80キロから90キロぐらいのスピードで走っております。でもしかしたら並走する近鉄京都線の各駅停車よりはスピードを上げる瞬間もあります。
黒帯さん、オープンキャンパスの時京田鍋切り離しを知らず、自分が何両目に乗ったか知らずに乗っちゃったと。あららら、おっと。ぷくぷくたんさん、車掌さんの声がハールドボイルドや。私がやっても全然似合わないですけど。そうですね、近鉄は新法園と駅名が違います。そういうことがよくあります。師匠さん、数年前に乗りつぶしで乗って高野山に向かった際に、横をぶち抜いていく近鉄急行を見て、宮城義信口をショートカットしたいという衝動に駆られたアカウント。急行だとそうですね、さすがに抜かれますね。どうですか、チンピン堂さん、それはさすがに残ってないと思います。弾薬庫専務は、あのこの先の話ですけども。陽介さん、最も軽犯な線延伸前から京都の親戚んちへは近鉄に向かっていたので、 JR はほぼ無縁でしょうね。あんま使わないと思います、これ。私もこうやって撮影するという目的意図がなければ学研として乗りません。あの京阪が近鉄に乗ります。あ、そうですね、今井さん、そう、祝宴というのは、法園なんですよこれ。そして次の駅が JR 宮城という駅なんですが、近鉄の駅名がこれまた別の名前という。そうですね、でこの辺りの駅間は近鉄とそんなに変わりません、実は。洋介さん、あの JR も近鉄もそれぞれに似たようなところにお互い駅を作り合いっこした結果、そんなに実は変わらなくなってきております。で、今右側に見えてきましたのが近鉄のこれ宮津車庫だったかな。そして、JR は宮城駅なんですが、近鉄は近鉄宮津駅という名前になっておりますね。プラレルさん、そうでしょ、デーゼルでガラガラ言わせながらノロノロ走っていたのが嘘のような光景です。そうでしょ、変わるんですよ。しかも高架ですよ、立体交差ですよここ。まあ上下交換するというあたりはローカルではありますが、あの片町線はどこへ行ったんでしょうねという、あのタイトル、サブタイトルつけた理由が分かっていただけるかと思います。セラパパさん、同志社前駅まではガラガラの7両編成、分割併合は子供にとってはですよね、イベントですよ本当に。ただ今はある意味合理化をしたいがために、分割併合をやめちゃいたいがために木津までの各駅を7両編成対応に伸ばしちゃったという、主客逆なんじゃないかという、主客転倒甚だしいという気もいたしますが、まあそうですね、学研と視線使う機会はまずないです。そして皆様気づかれたでしょうか、ここまでの各駅すべてドアは自動では開きません。もう気づかれてるかと思いますが、セラパパさんの高校時代は非電化で1時間に1本だったと、まあ、今はそれがまあせいぜい増えたといっても2本。ただ、7両編成の電車が入るようになったというところは大きな違いかと思います。はい、黒帯さんの元出身校で荒らせられます同志社前駅、変わってますよ、よく見ててくださいね、同志社前駅。あれ、右側のホームと線路は何、おや、
おそらく黒帯さんの記憶にあった同志社前駅とは何かが違ってませんか。カメラガン見しましたね。宮間にもアパート増えたなって。陽介さん、そうですね、頬園とか花店とか難読駅多すぎるな。師匠さん、キハ32両編成とかキハ3553とかキハ173020が走っていた思い出の片町線は今いずこ。もうこんなになっちゃってますよね。あ、すみのりさんもびっくりされた。よくわかりましたね、すみのりさんも過去の姿を覚えてらっしゃる。そう、2番乗り場が今は完全に塞がれております。行き止まり線が廃止になっております。まあ、皆様、乗った記憶のある方はやはりあれっていう感覚をお持ちだと思います。工事中なのではなく、むしろポイント外しちゃいました。進行方向右側のホームが行きの折り返し専用のホームだったんですけども、その運用をやめております。そしておそらくこの区間が伏線化でもされない限りはしばらくあのまま放置されると思われます。でこれも駅名ね、変わったんですよね。京田辺町だ、鈴木郡田辺町だったのが京田辺市になっちゃったもんで、それに合わせて駅名も確か田辺だったですよね。単純にさあ、お待たせいたしました。レンガ物件ファンの皆様、前方よくご覧ください。甚だ小ネタではございますが、いくつかレンガ物件ご用意してございますので盛り上がっていただきたいと思います。サシ581がない。そうそうなんですよ。はい、トンネル来たーということで、さあこの京田辺駅も2面3線ですよ。これ下手したら2面4線やっちゃう勢いのこれ作りですよ。これ違ったっけ、今も2面4線なんだったっけ。でも作りからしたら2面4線にもできるぐらいの作りだと思われます。京田辺駅横にはアルプラザ平和堂がございます。なので場合によっては京田辺まで伏線化しちゃうのかもしれませんね。どうなんでしょう。同志社前駅の防線化をしたのは私は合理化が理由だと思ってます。はい、そうです、黒部さんのおっしゃる通り、水道橋があるんですね。農業用水だと思います。違ったっけ、普通の水道かな。配線上2面4線になってますね。ですので JR 宇治駅と同じような配線と思っていただいていいかなと思いますが、ここにも柳川駅がある。陽介さん、ありがとうございました。明日明後日と早いのでということで、お付き合いありがとうございます。2面4線ですが、ラッシュ以外は昼寝中と。さあ、トンネル、レンガ、何ですか、ここは柳川駅来たーっていうのを争う配信でございますか。現状2面3線で、ただ京田辺駅の作りとしては2面4線にいつでもできますという感じでしたね。大隅駅で赤い青春18切符が買えたので便利でした。あ、なるほど。
師匠さん、朝に軽食さえも食える店がなくて途方に暮れた京田鍋。もうこういうエリアっていうのはロードサイドですよ、やっぱり店は。はい、こんな駅言っちゃあれですけれども、田舎のローカル線の駅前にそんな食べ物屋さん作ったところで儲かるはずもありませんので。まあでもなんだかんだ言いつつも、あのアパートマンションの数も増えてまいりまして、徐々にあの田舎臭い片町線はどこ行ったんでしょうね状態にはなってまいりました。これはあれですかね、京阪などですかね。あ、ぶどうさんありがとうございました。現在ユーストリームで17名様、それから YouTube ライブで18名様、ほぼイーブンですね。黒帯さんから地元情報、京田鍋駅から3分ぐらい歩くとジョイフル来ただそうです。一面田畑だったのにね、変わる時代は変わるんですよ。みんなが覚えている片町線じゃなくなりつつあるんですよ。大隅、セラパパさん、大隅あたりから住宅街ですねというあたりがこの後出てまいります。そう、ローズタウンの派生したニュータウン。はい、まだまだ半自動でございます。次の松井山手あたりから景色がかなり変わります。心の準備をしてお待ちください。もうこんなにのんびりとした風景はあんまり見られなくなってきます。あ、でもそうでもないか、伏線化されてもそこそこのんびりした風景もあるか。まあちょっとカーブの上に駅を作るにはどうかとは思いますが、駅作ってもいいんじゃないかなぐらいの土地の空き方ではありますね。ですのでやろうと思えば、伏線にいつでもできるぐらいの余地は十分取られていると。で、左側に見えてまいりますのが折り返し線、引き込み線というか折り返し線か、見えて、もう間もなく見えてまいります。住野さん、日中の確定は松井山手止めが多いような印象があります。まあそうですね、その通りだと思います。ツイートサーチストリームがダブり出した。山越え区間を下るとあとは都市化一方ですかな。まあそうですね、ここからはもうずっと伏線になります。でホームにいるお客さんの数がもう俄然違ってまいります。セラパパさん、松井山手駅の場所はかつてはトンネルだった。ああ、そう、なるほど。まあこれだけ宅地化というかね、進んじゃうともうかつての地形なんて忍ぶべくもないという感じもいたしますが、あ、関西スペースさんこんばんは、ありがとうございます。ユーストからということでありがとうございます。そうです、今日学研都市線の快速、これで塚口まで参ります。
エトプラレルさん、旧型国電がうじゃうじゃ走っていた頃は市場の当て折り返しが多かった。で、時々長尾行きと。で、昔は長尾が一つの運転の境目だったのが、今は松井山手が大きな境目セクションになっております。伏線への伏線、寒いということで、お疲れ様、ありがとうございます。松井山手は京都府です。はい、京都府でございます。お隣の長尾は確か大阪ですよね。ちょっとこの辺り、京都と大阪の府境がちょっと私も記憶あやふやでございますが、はい、ツイートマシマシキャンペーン突入した模様でございます。今日は前回よりはマシかな。でも、まあ、こんな感じで切り通し通っていくわけですが、両側は住宅地、建て売りですよね、基本はね。と思ったらマンションがありましたけど、そうですね、小高い丘を削って住宅地にしたということで、今、第二京阪の上を通りました。さっきは京阪などの下をくぐってきましたが、今度は第二京阪の上を、というよりもこの学研都市線の下を第二京阪が後からくぐる形になったという方が正しい説明かと思います。長尾駅はホーム一面で、電化非電化それぞれ1本ずつ線路が来てた。あ、そっか、だから繋がってなかったというのもあれですかね。スラパパさん、今日、子供の頃は市場のあてから単線だった。長尾まで伏線化したのもそうですね、時間がかかりましたよね。で、長尾駅も京城駅舎になってしまいました。もう古い駅舎は多分跡形もないのかな。あ、関西スペースさん、あ、そっか、ちょっと前までは昼間の確定も松井山手まで運転してましたが、最近になって昼間は長尾折り返しになった。あ、なるほど。黒帯さん、第二京阪の京田辺市のインターが京田辺松井インターという名前で、完全に京田辺市の玄関口となっている。そうですね、あそこにパーキングエリアがあります。確か京田辺パーキングエリアというのがあります。さあ、ここから先はある程度皆様もおなじみといいますか、記憶のある片町線の姿ではないでしょうか。でも師匠さんも、あ、グラレールさん、師匠さんを揃って、昔を忍ぶよすがもなし、長尾も面影がない。そう、黒帯さんがおっしゃるのも当然でして、確か今年じゃなかったかな、京城駅舎になったのは本当に最近、去年か今年の話だと思います。今すれ違ったのが例の 0.5M 方式の元祖321系。まあ、どうやって見比べるかというと、車体の形状であるとか、あとライトの目つきの違いとか、そんなところですが、はい、ここからが快速区間になります。そうですね、京阪の直通バス、直球でしたっけね、
あれでダイレクトに京都駅へ行く人が多いと。あれはいい商売しましたよね、ケイハンさん。DC ホームは昔は地下通路やったのに。ないです。ご覧の通りです。関西スペースさん、長尾の駅は京城駅舎になる前は留置線が1本あったんだが、工事前に撤去されちゃったとか。なるほど。今ちなみに、今これ乗っているのはクハでございますが、それなりに爆音立てて走っております。これがクモハだったらもっとすごい音がするんだろうなって気がいたします。207系に乗っております。学研都市線に321系という違和感、住んでる今も違和感ある。さあ、さっきは、下をくぐっていった第二京阪が今度は上を通っていきます。これじゃないですよ、この大きな防音壁のあるこの道路、第二京阪とその下道が通っております。浜田さん、ありがとうございました。おやすみなさい。この辺だと多分100キロぐらいは出てるかと思いますが、はい、市長さん207です。これクハ207に乗っております。次河内岩船停車ということで京阪線お乗り換えとなってはおりますが、がというあたりをご覧いただきたいと思います。この後そうですね、207系の初期編成はクハでもそれなりの爆音という、そうかもしれない、割と車番が初期の車番だったような気がします。私自分が乗った車両の車番を控えるという癖がついていないもので、映像で確認するしかないんですけどね。市長さん、昔からフォードはロングシートは入ってましたよね、73系でと。まあそういう意味では通勤型車両という素地は長いで、目の前に見えている高架、これがというか高架というか築堤というか、これが京阪片野線になります。で、京阪の河内森駅はこの向かって左側ちょっと歩いたところにあります。乗り換え駅というにはすいません、ちょっと詐欺って言っていいですかっていうぐらいの距離感はあります。そうですね、河内岩船と河内森の乗り換えは知る人ぞ知るポイント。ただ今ゴーッと聞こえてるのはどちらかというとエアコンの空調音だったりします。こうやって停車してる時とかに聞こえてるのはどちらかというとクーラーの、高音の方が大きくなる時もあります。で、そうですよね。あ、またツイートダブり始めた。黒帯さん、窓の外から見える京阪の駅を見てこれ乗り換え駅かっていうぐらいの距離感。そうなんですよ、あるんです。屋根がついてるわけでもない普通の住宅街の中の道を延々歩かされる、そんな感じだというのを見て取れます。で、この辺の高架橋の作り、路盤の作りっていうのもなんか鋼団仕様といいますか、鉄拳鋼団仕様、そうですね、
JR あのその他でいうと湖西線とかの高架橋となんか似たような作りかなというふうに思います。師匠さん大丈夫、JR 二日市よりは近いとはおっしゃいますが、ああそうなんですね。それでも朝夕は乗り換えの人の行列ができる河内岩船、あ、じゃあ地元の人はそういうもんだと思って便利に使ってるということなんですね。今この学研都市線には7両通しの編成だけではなくてですね、その4両3両とかいう分割可能な編成もこういうふうに入ってまいります。これ混在しております。あの昔だったら分割併合が前提でしたので、あの4プラス3というのが多分当たり前だったと思うんですが、今は 7両通しで傷まで行けちゃいますので、あの7両通しの編成もこの学研都市線入ってまいります。ああそうです、線形がいいから飛ばすんですよこの辺りで、ね、でやっぱこの国鉄後期から末期にかけていわゆる鉄拳鋼弾仕様で作られたっていうところも幸いしてるのかなと思います。ちょっと左見るとね、これなんでしょう、花が咲いてたりとか、スミレかな、京阪の大阪市内の乗り入れ先は微妙、うん、結局行き着く先は京橋ですからね、どちらも。なるほど、あ、お塚さんにとってはそうですね、スラブだと、なんだか札幌駅を彷彿としてしまう高架橋、うん、そんな感じですね。これが東寝屋川かな。MI さん、JR 久留米と西鉄久留米も、まあ、あれは遠すぎますよね、確かに。私もあそこで乗り換えようという気にある、地図見ただけでもちょっとなりませんでした。はい、時刻は、24時0時8分30秒から40秒というところ、ただいまのところ YouTube ライブで16名様、そして Ustream で相変わらず17名様ありがとうございます。今はユーストリームで見てらっしゃる方の方が若干多くなっております。プラレルさん、国鉄時代に比べて随分駅も、はい、増えております。 JR になってから増やした駅もあったかな。どちらかというと国鉄末期に増えた駅が多いという印象もあります。東寝屋川駅の存在感のなさが寂しい。そうですね、華麗に通過しましたもんね、さっき。ということで、市場の宛てに間もなく到着でございます。確かここ市場の宛ての城っていう字は駅名と自治体名が違ってたような気がするんですけど、はい、この市場の宛駅さすがに環球接続ということでお乗り換えのお客様含めて結構な人が乗ってまいります。
何ですか、大塚さん、市場のあてといえば初代家電話出た頃に一部界隈で有名だったと。おお、そうなんですか。そして速報、なでしこが4対0で勝ちましたということで、おめでとうございます。パーパパパパーパパパパーっていう口伴奏で失礼いたしました。質問、市場のあて駅って大東市ですよね。そうですね、という記憶があります。あ、そっか、市場、あ、そっか、市場のあて駅大東市だったか。関西スペースさん、私が初めて学研都市線に乗った20年ほど前は207系が103系に変わってメインランナーになりつつあった頃と。で、区間快速は四条縄手駅から、四条縄手駅から西が快速区間、四条縄手市四条縄手駅。しかし駅の所在地はさっき師匠さんがやんわりおっしゃってくださったように大東市と。さあそろそろ、鉄道界のある意味聖地がもうちょっとしたら見えてくるかな。違うか、もうちょっと先か。そうですね、もうちょっと先ですね。ちょっと調べてみます。四条縄手駅は師匠さんのおっしゃる通りです。大阪府大東市東、大東市学園町にある四条縄手駅。師匠さん正解ありがとうございます。ですね、ウィキペディア先生の情報、今もう隅の違う駅に止まっちゃってますが、四条縄手の話、1895年の開業時は四条縄手という自治体は存在せず、四条縄手といえば四条縄手古戦場に基づく公務、失礼しました、四条縄手古戦場に基づく広域地名であり、現在の大東市側が四条村で、今の四条縄手市側がこれ高架村っていうんですかね。でその村が1932年に四条縄手村になりましたということだそうです。これ4時スラブとバラストのコラボとはいろんな意味があるんでしょう。騒音防止とか。大阪鉄道編、イエス、Here is 大阪プレファクチャー、We are going to 京橋、北新地、and 尼崎ステーション、end to 塚口ターミナル。あ、飛鳥井崎さん、こんばんは、ありがとうございます。はい、まもなく聖地登場。何が聖地か、師匠さんも書かれてますし、プラレールさんも書かれてますが、そして、ツイートサーチストリームが今マシマシ状態になっております。
背後で会話をしているのはどうも北海道の北海道旅行のご相談をなさってる学生さんかな。プラレールさん、あ、落ち着いて落ち着いて。ただし思いのほか一瞬で通り過ぎますから、進行方向左側をよーく見ててください。セラパパさん、モノレールが延伸したら河野駅新田駅を移転、しますかね。それは大阪府マターだと思います。スポンサーあっての駅移転になっちゃいそうな気がいたしますが、さあそろそろかな。はい、見えましたね。ちょっと止めましょう。さすがに分かりづらかったので、ちょっとだけ戻してみて、よいしょ。この辺からもう一度いきますよ。左側よーく見ててください。ちょっと戻しすぎたかな。はい、行きますよ、この辺りから。はい、この辺、はい、ここが徳庵の、近畿車両なんでしょう、こういうのを、トレインファクトリーって言ったら通じるんだろうか。この辺りです。沿線の楽しみきたーっていうことで、だから一瞬なんですよこれ。これよく見ると、W7 かな、E7 じゃないと思います、多分 W7 だと思いますけども、とかいろいろ、ちょっとここはスローモーションで切り取って流してもよかったなとは思いますが、田中車両来たーと。地下鉄車両らしきやつも、はい、いましたね。これかな、さっき今通り過ぎたやつかな。ということで、思いのほかあっという間に終わってしまいます。ですので、大体皆さんはこの徳庵の駅でこの公衆輸送をされる車両を待ち受けるという、このホームですね、ここで待ち受けるという方が結構多いかと思います。そうですね、JR 西も株主でございます、近畿車両。あ、お塚さん英訳ありがとうございます。あ、やっぱり W7 ですね。E7 が作るとしたら多分あれかな、日立の方かな。ちょっとスローモーションバージョン作ってあげますわ、またYouTube にあげときます。ここに黒帯さんいたら怖いと思います。打ち合わせしてないのに、しかも平日なのに。はい、ここはですね、大阪東線を学研都市線が乗り越えるパターン。なぜそれが今できるかというと、ここには電車しか通らないから。かたや大阪東線は貨物列車が通りますので、そこを急勾配にして立体交差にするわけにはいかなかったという事情だと思われます。そして難読駅地名の定番中の定番、花店駅へ到着でございます。さあ、プラレールさん期待の伏線でございますが、この花店から京橋までの間、ちょっとお見苦しいポイントがございます。それはなぜかというと、今ホームの右側にちらりと見えた制服の方、すごいこと言ってますね。俺は早く帰って眠りたいわっていう、君ら今から学校行くんちゃうんかいと。
それとも学校から帰るとこなんだろうか。で、実は まあ、この後流れ見てれば分かりますが、運転士は京橋で交代出します。おっと、かな店中古車センター、あなた車売るってやつですね。あ、今の線路配置になってから片町線乗っていない。ぜひお越しください、ね、今真ん中の線路にこれ大阪東線の旧法寺行き折り返し線1本設けられておりますが、さあこの辺りから大阪東線の工事現場を市議のまでの間通ってまいります。あ、ワンザさんは I like very much the iron bridges、で大阪東線がこのままあの全線開業中月にはこの花店市議野の間は複々線になります。で市議野駅の先で分岐する。そしてもう市議野駅ホームできてますよね。これどうするんでしょうか。この段階ではまだ方向別、線路別になるのかな。なんか線路別っぽいですね、この複々線は。うん、これは線路別ですよね、どう見ても。あ、現在の線路が東線に今転用される。あ、なるほど。ということは今右側につく、え、ということはどういう配線になるんだ。別途見直しておきます。ビルの立ち退きが大変そうな区間というところで分岐点は過ぎましたので、もうこの辺りはこの先変わることはないはずです。新品堂さんが市議のも難読だとおっしゃった。あの、私から見ると大阪ネイティブという新品堂さんでございますが、方向別で進んでから分岐箇所で乗り越えるはず。あ、ですよね。なんか、うん、確か方向別じゃなかったかなという記憶があるんですが、あ、え、セラパパさんからは線路別という方向が情報が、新線が片町線。おお、ますます分かんなくなってきた。あの、情報探して見直しておきます。はい、ここで運転手さん交代です。でここから先は地下へ潜りますので、映り込みがそこそこ発生いたします。なので見晴らし、見通しは地上の時よりは悪くなりますが、そこはちょっとご了承ください。ミスターワンザ、here is the 京橋 station and this train will going to underground until 尼崎 station。私のブロークンな英語で、そして車掌さんも変わりましたね。ここで、あの、車掌さんも女性の車掌さんに変わっております。関西スペースさん、花店中古車センターは実は地下鉄深江橋の駅の近くにあるんだよな。
地元情報ありがとうございます。プラスもですね、そうですね、師匠さん、とりあえず貨物が来る大阪東線に勾配ができないように配線するっていうことを考えると、ますます復習が必要になる。さあここから大阪東線、正式には片福連絡線と言いますが、地下へ潜っていくんですが、片町駅があった頃を忍ぶものが見つけていただけるでしょうか。セラパパさん、快速、片町の快速は尼崎で加古川駅の快速に連絡します。はい、そのあたりもこの後の動画で見ていただけるかな。四国高松にも花店あったかもしれないと。おお、はい、大阪城北詰というなんだかわけのわかんない駅名、橋じゃねえんだからっていう。そうですね、片町駅跡が電流線になっているという。黒木さん、ということはあのトラス橋は仮置きで下ろしてくると。ますます分からなくなってきた。セラパパさん、片町駅、何もかも皆懐かしい。あの宇宙戦艦ヤマト沖田艦長のセリフをパクってみました。ワンザさんは地下はお好きではないと。ちなみにホームの小学生は逆方向の列車で、どうやらお帰りの様子でしたね。ここでえらい左に曲がっております。もうほぼ90度曲がって、これで多分西に向いてるのかな。違うか。また若干右に曲がって、イグロさん、緊急の鳴らしドライブから帰宅。何？うわ、すごいところ回ってこられて。お帰りなさいませ。墨のりさんは京橋から歩いて大阪城北詰で乗ったことがある。そして大阪とつく駅名が連続、そしてホームドアがついている。なんでこんな駅名の付け方したんでしょうね、大阪天満宮って。まあそれは最寄り駅なんですけど。ちなみにこのホームドアと車掌の、車両側のドアスイッチは連動はしていないそうです。ですので手動でホーム側を先に閉めてからおもむろに車両側のドアスイッチを閉じると。ねえ、スラパパさん、そうですよね、私もイメージつきませんでした。大阪天満宮イコール 南森町が初めは分かんなかったって。私も分かりませんでした。ここまでの急カーブはちびらんちゃんさん、この後はあるか。
あるな、ありますね。ね、JR 南森町でも良かったような気がするが、そうはしなかったのはなぜでしょう。Oh, many children's、elementary school, boys and girls. OBPA は片町駅の方が便利だったんですが、確かに。えらい中途半端なとこに駅移してくれちゃったもんで。さあ、そして次の北新地駅が今、スラパパさんツイートありましたね。大阪駅となぜか、ラッチ街、あの改札抜けるのに同一駅とはこれいかないと。はい、こちら北新地駅、こちらもホームドアが設置されております。で、このホームドア設置ということがあったがために直通快速223系入っていたのが追放され、駆逐されて207321の4扉車に置き換わっています。もうもはやこの先各駅にしか止まらないんですが、律儀に快速と言ってくれちゃうこの案内放送。そうですね、まあ改札抜けて同一駅扱い、地下、東京の地下鉄なのでいくつあるかね。で、この今スラパパさんが工事中は2号線の渋滞がひどかったということなんですが、この、真上国道2号線が通っております。確かに私も工事、長らく工事現場だったなという記憶がございます。ちょっとこの地下の地下区間の走行音のおかげで車掌さんの声が聞き取りづらい、そちら方面で燃える方にはちょっと残念な区間ではございますが、イーグルさん、高校時代河内岩船河内森で毎朝ランニング大会が開催されていたと学研都市線で通学していた人から聞いたことがあるうわ、黒帯さん、この直通快速、直通快速の混み具合を見て223でなくてもいいやと思ったのここだけの秘密そうですね。ホームドアのチャイムが北陸本線で聞いた気が、あ、駿河駅、おお、あと何気に各駅の、あの壁面見ますとそれぞれの駅にちょっとちなんだデザインがされているようです。新福島がなぜこれ松なんでしょうか。ハービスや、阪神百貨店周辺に行くときは北新地が便利かもしれない。あ、そうですね。あと堂島方面へ抜けるにもいいかもしれませんね。副線区間の点線工事などということでプラレールさんから情報をいただきましたと。はい、ありがとうございます。プラレールさんがさっき送ってくださったツイートの中に、先ほどの市議のあたりの、工事の、状況が、載っておりますのでぜひご覧ください。あとどういうふうに線路付け替えるかというふうな、工事の手順なんかも載っております。
ただいま YouTube ライブで16人、それから Ustream で19人。ビットレームとビットレートとフレーム数見てると、今 Ustream の方が安定しております。どちらかというと、で、すいません、鉄道とか全く関係ない話で言いますと、 YouTube ライブの方もっと設定のビットレートを上げろというふうに言われております。大丈夫かな今、私のパソコン、CPU 使用率 98%99% うろうろしておりますが大丈夫なんだろうか。なるほどね、今回のカー23のシリーズのゴール地点がそうです、2号線の起点になり、終点起点になりますのでね。ポクポクタンさん、おはようございます。この近く間は車掌さんはいないと思ってます。まともに聞こえないですよね、これ分かりますよね。個人的趣味で申し訳ないんですが、なかなかの私好みの声の車掌さんでございます。その声がなかなか綺麗に聞けないのはちょっと残念でも、尼崎に着いた後、塚口までの間はそれなりにお聞きいただけると思います。そうですね、次の駅名が海老江、西野田、北詰、東野田、すいません、その辺の地名は私全く見当つきません。黒帯さん、交渉人増田正義の地下鉄部分の撮影が東西線だった。お、なるほど、意外と多いですね、そういう意味じゃ。この間の久美山ジャンクションのあたりとかが、何でしたっけ、踊る大捜査線のレインボーブリッジを封鎖せよ、あれで使われたとか、野田満州って昔は北新地を使っていたけど、今は大江橋を使ってる、あ、京阪ですね、うん、いろいろ思い出があるようで。鈴木さんは海老江も元職場の最寄り駅、関西スペースさんにとってかつて私の親戚が住んでいた海老江。配信しながらビットレート上げられません。単にワーニングというかメッセージが出てるだけです。そんな器用なことはさすがの YouTube ライブでもできません。北新地から先は空気輸送。はい、まさにその通りでした。電柱さん、ありがとうございます。駅シンボルは、さっき新福島ですね、駅シンボルは平家物語に記されている逆走の松でいいんでしたっけね、の故事にちなんでいると。この大きな松の下で、そして飛鳥江崎さんがさらに噛み砕いて、この大きな松の下で源義経と梶原景時が軍議についての論争を行ったゆえんから新福島駅のシンボルマークになっています。ありがとうございます、勉強になりました。さあ、これで右にぐぐーっとカーブして次鹿島かな、
そうですね、あの淀川くぐるのに結構な勾配があるそうなんですよ。あのアップダウンが非常にあります。で、淀川をトンネルでくぐるのはこの JR 東西線ただ一つ。ちょっとしたトリビア。あとは全部橋で渡っているのに、この JR 東西線だけがトンネルでくぐっているという。そうです、あの井黒さんおっしゃる通り、あの淀川をくぐる最初、今のところ唯一ですね。はい、前方に明かりが見えてまいりました。次が尼崎ということで地上に戻ります。はい、ワンザさんお待たせいたしました。 A tunnel is over. それにしても JR になってからこれだけのものを本当よく作りましたよね。今三福、綺麗な三福線ですよこれ。しかも JR 東西線、片福連絡線が、JR 神戸線の福線の間に割って入るという。あ、そっか、あ、そうだそうだ、井黒さんそうでした。今里筋もそうだ、潜ってるから2つ、今唯一じゃないんだ。ありがとうございます。そうだ、今里筋線のことを忘れないでください。望みはないが光はある。意味深でございますが、ようやくシャバに出たんだぜ。いやいや、そういう存在。まあいいですけど、はい、東海道線の真下にある東海道線にはない鹿島駅。はい、ということで尼崎駅は4面8線の非常に立派な駅になっておりますが、ここで5分ぐらい止まるんです実は。あ、黒城さんおやすみなさいませ、ありがとうございました。三福線の外に拡張した、そうですね、はい。ちょっとここで一旦動画止めます。さあ、今の車掌さんの案内の全部聞き取れましたでしょうか。この先、JR 宝塚線の快速に乗りたい人は塚口じゃなくて、塚口止まりませんからね本来快速は、ここ尼崎で左側に見えている隣のホーム2番乗り場に行ってください。要は橋を渡って2番乗り場に行ってくださいと。で、各駅停車で、塚口から先に行きたい人もここ尼崎で乗り換えてください。なぜならば塚口では折り返しの都合上別ホームに
なってしまう、また階段乗り換えになっちゃうんで、尼崎で乗り換えた方がいいですよというふうにおっしゃってます。ということで、ちょっと今見た感じだと、このあと丹波寺快速もしくは宝塚行きの快速が左脇を通過していきます。225ですね。はい、結局もう全部編集で詰めました。そんな4分も5分もこんな同じ画角の静止が見せられんの嫌でしょうから全部詰めました。右のショッピングモールに鉄カフェがあったはず、今もあるのかなと。あ、すいません、私調査しきれておりません。黒帯さんのおっしゃる通りです。大阪駅発の丹波寺快速へ宝塚線快速に抜かれることになります。で、この先の引き上げ線が1本しかないんで余裕のあるとこまでということで、実質的にはこの尼崎と塚口の間は回送です。これ別に旅客輸送しなくてもさして影響はないと思われます。このまま回送で塚口まで引き上げて回送のまんま尼崎までやってきても誰も文句言う人はいないと思います。段階でこのレールのきしみ音っていうのはもうかなりのもんですよね。市長さん、要は引き上げ階層で小銭を稼いでいると小銭にすらなってないと私思うんですけどね。多分次のダイヤ改正で尼崎打ち切りになる可能性は私大だと思ってますけど。でもうしれっとこの一駅丸々一駅間階層で行っちゃうんじゃないのかなという気すらしておりますが、そうですね。ちんびんとうさん、尼崎と新大阪が4面8線だから大阪駅の源泉ができたと。使うのは塚市へ行く人も乗りますかね、これ。そうですね、国鉄時代はもっと大回りして福知山線に入ってました。そうです、もう曲線がかなりきついです。昔は一旦左へ振ってからオーバークロス、そうでした。ということで、大阪方面行きの、まあ、このまま折り返しで行くんですけどね。
はい、ということで、あれ BGM が来てないじゃないか。はい、ありがとうございました。時刻はなんと0時52分。そうですね、70キロスピードリミット、やはり例の事故現場のあたりでは、なんて言うんでしょう、車で走っても結構タイトだと思うんですよ。下りで降り切ったとこですぐカーブですからね。なのでもうガチガチにスピードを落として徐行に近いスピードで現場を通過しているということになります。はい、いかがでございましたでしょうか。長くご覧いただきましてありがとうございました。かなり皆様の記憶にあった片町線と今の学研都市線の姿っていうのの違い、かなり感じていただけたんじゃないかと思います。